エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。コメントに痛いババアか一体いくつなんだよババアみたいなコメントが書かれたエビリンです。いくつかって皆さんもご存知の通り18歳なんですけど、いや私その人が誰かさっぱりわかんないんだけどさ、その人ってさ多分私のことをイラッとさせたくてそれ言ってる？なんで言ってんだろう。でも思うんだけど、あなた相当かわいそうな人ですね。匿名で見ず知らずの他人に痛いババアとかいくつなんだよババアとかそういうことしかうさばらしというかストレスの発散方法がないってことでしょ。そういうただの貧しい語彙でしかあのアンチみたいなことできない人って本当気の毒だなと思ってます。あなたの人生が充実したものになるといいね。頑張れ。はい、そんなあなたに愛のエビリンビーム。人生頑張るんだよ。引きこもってるなよ。全然関係ない、痛かっただけでしょ。うん、びっくりしたわ。だってさ、本当なんだろうな、なんかよくわかんないけど匿名でさ暴言みたいなのやってくる人って本当多分リアルの生活が恵まれてない人だと思うのよ。だってリアルの生活になんかやりがいとか楽しさがあったら別にさ自分の知り合いでもないなんかに書き込もうとすら思わないじゃん。知り合いかもしれない。まあ、知り合いだったらしょうがない、ごめんね、なんかどっかで傷つけたっていうことで許して、そんな感じで、今日のテーマは、最近、暑いじゃないですか。暑くなってきた。まあそんな中気になるのってやっぱ汗、脇汗、ジュンジュン。もう脇汗気になってる人がいらっしゃると思うので、今日はしょこから先生に聞いていきたいと思います。はい、まず一つ目、なんで脇汗ってそもそも出るの？汗腺があるからです。以上。あ、ダメ、もうちょっと詳しくお願いします。あの汗っていうのを出す腺っていうのは体の中に2つあります。で、1つはエクリン汗腺というものです。もう一つはアポクリン汗腺というものです。エクリン汗腺というのが皆さんがイメージする水分のダーっていう汗だよね。暑い時に出てくる汗とか冷や汗とかでも出てくるし、辛いものを食べた時に出る汗、まあいわゆる水分の汗、拭き取ろうかなっていう汗のことです。そしてアポクリン汗腺というのはあの脇が独特の臭いガス、あれを出すものがアポクリン汗腺です。で、エクリン汗腺の水分の汗なんで出てくるかっていうと、あの水分が出てきてそれが蒸発する時の気化熱で体を冷やそうという働きがあるので出てくるものなんですけれども、アポクリン汗腺というのは大昔まだ人間が動物だった頃のフェロモン器官の名残だったんじゃないかと言われています。動物とかってさ、フェロモンって言うじゃない？そのフェロモンの匂いを感じて、あ、発情期だなということで、よし、交尾をしようみたいな感じになるわけですよ。だから人間だって大昔は動物だったので、その時の名残じゃないかなというふうに言われています。そう考えるとさ、確かにさ、脇がの匂いってさ、超強烈だからさ、フェロモンみたいな感じだよね。昔脇が治療めちゃめちゃやってますね。めちゃくちゃやっていた。なんか私が10年ぐらい前かな、いたクリニックは脇がの手術がむっちゃ多くて寒かった。あのね、今でも覚えているの、大晦日に7件脇がの手術をしました。あのミラドライみたいなやつじゃなくてガチの手術でこう切ってくやつね。なんか私の人生って何なんだろうって思いながらも、でも患者さんと一緒に頑張った、そんな大晦日がありました。そんなもう脇汗、何に出るの、どうやったら出るのっていうのを教えてもらったと思うんですけど、まあ、皆さん気になるのってどうやったら治るのっていうところだと思うんですよ。で、方法って結構いくつかあると思うんですけど、先生に今日はそのいくつかの方法をちょっと詳しく教えてほしいなって思います。はいはい。
もう脇汗、いわゆる水分の汗がダーって出ちゃう人よね。もうこれをピタッと止めたいですってなったら、一番確実なのはボトックスの注射です。意外？意外って意外、ゴニゴニ言ってるけどなんでかというとですね、ボトックスというのは何に効くかっていうと、筋肉に効くわけではないんですね。実は神経の終わりの部分で、まあ神経ってこう神経が脳みそとかからこう来ますよね。でその終わりの部分である物質を出すんですよね。その物質っていうのがアセチルコリンという物質だったり、アドレナリンっていう物質だったりするんですけれども、神経の端っこからアセチルコリンというのが出ると、筋肉だったらそのアセチルコリンに反応して筋肉がぐっと短くなるっていうのがあったりするんですよね。だからこのアセチルコリンによって影響するものっていうのはボトックスが効きます。なぜならばボトックスというのは神経の一番端っこからアセチルコリンが出てくる、これをブロックしてしまうんですよね。水分の汗が出るエクリン汗腺というのはアセチルコリン作動性の神経によって支配をされています。だから神経から連絡が来て汗出しなさいってなっても、ボトックスが打たれているとアセチルコリンが出ないので汗が出なくなってしまうんですよね。こういう作用を利用して脇のところ汗が多いよという人にはボトックスの注射をするとサラッサラになります。なのでこれが最も汗を減らすには確実な方法ではあります。ありがとうございます。次は何かありますか？あのさ、あのパースピリックスとかさ、いろいろあるんだよね。なんか、ちょっと。次に、ボトックスよりはちょっと効果は落ちるかもしれないんですけれども、ただまあボトックスって美容クリニックで注射しなくちゃいけないから、ちょっと痛いしね、値段も高いわって思う方もいると思うんですよね。で、そういう方にとってお得な情報としては、エクロックゲルというものがあります。エクロックゲルっていうのは、先ほども言った神経の端から出てくるアセチルコリン、これの役目っていうのを和らげることができると言われています。だからこれによって汗が出にくくなる作用があるよというふうな、作用によって薬として、保険で認められてるのね。これは日本で初めて保険診療で認められている汗を抑えるためのお薬です。だからこれまでいろいろと多汗症に対して皮膚科さんに行くといろんなお薬出されていたかもしれないんですけれども、このエクロックゲルっていうのは保険適用で使える、実際汗が一番抑えやすいような薬というふうに考えられていますので、多汗症で悩んでる方、美容クリニックでボトックスはちょっとって思う方は、まずエクロックゲル試してみてもいいかもしれないですね。あとはあれかな、昔からあるものとしてはあのエンカルミニウムっていうやつね、そういうのを塗るといいよみたいなのあるんですけど、まあでも今一番保険診療で手に入れやすいものって言ったらエクロックゲルなのかなって思います。ただしここでちょっと面白いことがあって、汗っていうのは止めると代償性発汗というものをします。例えばボトックスをこう打ってね、ここのところのところ汗出なくなったよってなったら、代わりに背中からちょっと汗増えたとか、そういうのがあります。なんでかというと、先ほども言ったように水分の汗というのは体が熱くなった時に体を冷やすために分泌されるものなんですよね。だから体が熱い時汗出てくれないと困るわけです。だから脇から汗が出なくなると代わりに他の部分からたくさん出るということがあるので、皆さんその辺はちょっと知っておいた方がいいかなと思います。なんかね、スタッフが面白いこと言ってたの。私たちのクリニックとかだとみんなおでこにボトックス打つじゃない。それってあのほとんどの子が汗を止めるというよりはシワを取りたいから打つわけなんだけど、最近ね、なんかボトックス額に打つと鼻から汗が多くなったってみんな言ってるの。へえ。そう、こっから出るらしいよ、鼻とか、あとはねこの上唇。だからなんか額が汗出なくなると
この辺から出るようになるらしい。何を取るか難しいですね。そうなの。だからそのスタッフたちが言っているのは、いや額はいいんだけどこの辺がかなりお化粧しても汗がポツポツ出てきて、それがお化粧と混ざって白いポツ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 ってなっちゃうんですよねって言ってて、なるほどっていう。じゃあここに言ったら今度どこ出てくるのかな。ここに言ったら動かなくなっちゃうから。そうそうそう、今の私みたいな顔今ね口、歯がねこれ以上出ないのよ。わかるわかる、ふんふんバッキバキにやりすぎたということですかね。今回脇汗で、うん、脇がで悩んでる人とかは、うん、ほっとかないでそういうこともできるよっていうのも知ってほしいなって。そうですね。であとは本当の多汗症の人っていうのもいるわけですよ、うん、ちょっと汗多いから汗抑えたいなっていうレベルじゃなくて、もうすごい人っています。例えば私が見た中で一番すごいクラスになると、例えば手のひらが多汗症だったのね。で手のひらが多汗症だと、こう見てるだけでここにブワーってこう水滴とかが浮いてきてダラダラダラってこう垂れちゃうぐらい。だからもうその方はいつもタオルとか持ってないと、もうダラ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 もう流れちゃうっていうレベルで、だから髪とかに何か書こうと思ってももう手の汗で髪がぐちゃぐちゃになっちゃうっていうぐらいな方もいました。で本当の多汗症の方っていうのは、その方ねボトックス何回か打ったんだけどやっぱりいまいち効果が薄かったなっていうことがありましたね。でそういう方には、まあ、交感神経遮断術という手術もないわけではないので、本当にひどいなっていう方は相談してみるのもありかもしれませんね。じゃあ今日はそんな形で終わりにしたいと思うんですけど、うん、先生はやってますか？やってないよ何も。私は脇汗じゅんじゅんフェロモン出してます。だってさ、私の汗って桃の香りなんで、みんなにいい匂いを巻いてます。そういう設定です。今日も痛いババアがお送りしました。脇元地味に痛いですよね。痛いんだよ痛い痛みが苦手だから、だから比較すると私は汗じゅんじゅんの方がいいと思ったの。顔に打つよりちょっと痛みがね、うん、かなり痛いいいよ脇の汗くらい。でも気になる方いるじゃないですか、色物着たりとか。ずっと先生中いるけど、ずっと外で出るといらっしゃるから、ね、私はそこはもうどうでもいい以上です。はい。